こんばんは。毎週ロサンゼルス日経コミュニティのニュースをお届けしています。夜クリの時間です。さて今週は食の話題からです。アメリカではヌードルスープと呼ばれている麺料理、いろいろな種類がありますね。そのヌードルスープを出す7つのレストランがサンタモニカに1日だけ集まりました。ご覧ください。2月10日サンタモニカのホテルの外に長蛇の列が。中に入るととってもたくさんの人が集まっています。今日はヌードルボールフェスティバルに来ているんです。とてもいい匂いがしているので早速中でいただきたいと思います。この日はロサンゼルスにある7つの人気アジアンレストランが集結。日本、台湾、韓国、タイ、ベトナムの麺料理を1人45ドルで楽しむことができました。今回初めて企画されたこのイベントで500用意された前売りチケットは完売。各ブースでチケットに印をつけてもらい、小さめのカップ1杯の麺と交換します。1杯ずつ丁寧に作られるので、ブースの周りにはあっという間に長い行列ができました。参加者は一つの麺料理を食べながら次の列に並ぶという大混雑ぶり。Really good. It's really fantastic. A lot of different varieties and stuff, so really different flavors and everything. It's been really, really fun. It's nice to see this many people coming out and eating noodles and getting into it. 現在、ロサンゼルスでも人気沸騰中の日本のラーメン。その代表格として出店していたのは、つけ麺が話題となっている辻田。食べたことない人がたくさんいらっしゃると思うんですね。魚介豚骨というもののつけ麺なんですが、60時間かかってますので、豚の美味しさとお魚の美味しさがすごい出てると思うので、あと途中でライムを絞っていただいてもらうので、途中で味の変化が楽しめると思います。アルカディアからは小籠包で人気のお店も参加。待ち時間はなんと1時間以上。Most people, when they think of Din Tai Fung, they think of our dumplings. And we really think that a lot of our food is good. Our noodle soups are also really good. So we just want to get that out there. It's an authentic Taiwanese beef noodle soup. So we spend a lot of time with our broth. So it cooks overnight, so the flavor of the beef really gets into the soup. この日の売り上げの一部は、若者のホームレスを支援する非営利団体、My Friends Place へ寄付されます。My friend's place has been in existence for 25 years, working with young people living on the streets, helping them move from the chaos of survival into permanent loving homes. So we're very fortunate that for the first time ever, the Noodle Bowl Fest chose to partner with My Friend's Place. They really wanted to have an impact on homelessness and chose the young adult population to focus on. And My Friend's Place serves an extraordinary amount of young people living on the streets. So we're so excited to be here. はい、ロサンゼルスで初めて食べた味噌ラーメンはお味噌汁の味がしましたが、今や本格的なラーメンが食べられるようになりました。いろいろな種類の麺類を楽しみながら地域貢献ができる。ぜひ来年も続けていただきたいと思います。続いてはハリウッドで開かれたオーディション、そしてリトル東京で開かれた新潟県人会の新年会、2つ続けてご覧いただきましょう。2月17日、ハリウッドにあるミュージックインスティテュートで、日本の大手芸能音楽関連会社 ABEX のオーディションが行われました。今回はアーティスト部門とアクター部門で、日本国内7都市、海外5都市で行われる世界規模のオーディションとなりました。ここアメリカでは、ロサンゼルスとニューヨークの2都市で選ばれた優勝者が東京での決勝へ進みます。ロサンゼルスはハリウッドがあるように、映画も、あとは音楽も非常に盛んな街なので、そういった、ロサンゼルスらしいというか、明るく元気な人材がいるんじゃないかと思ってですね、期待して今回ロサンゼルスの方でオーディションをやってます。ハリウッドでの一次審査には約30組が挑戦しました。 Today, we saw many potentialtalented artists. During the audition process, you have to try to imagine what will they sound like 1 year from now? What would they look like 1 year or 2 years from now? You have to try to anticipate their development. I think that's important to look at the future. 世界で活躍できる若い世代の人材発掘に期待が膨らみます。2月18日、リトル東京の追い分けレストランで新潟県人会の新年会が行われました。乾杯の後、メンバーは新潟県人会の冊子や
新潟ゆかりの本を眺め、故郷に思いを馳せました。新潟県出身で、現在104歳の猪瀬芳子さんへは、県民の海外移住進展に貢献したとして、泉田県知事から表彰状と記念品が贈られ、長男の健さんが受け取りました。メディアの広告でですね、今まで20人程度しか参加者いなかったんですけれども、新年会にですね、40人の参加者がありまして、非常に若い方も非常に増えたので、この方たちのですね、意見も聞きながらですね、もっと活発な活動をやっていけるんじゃないかなと期待しています。次は日系人の戦後の話題です。第二次世界大戦中の1942年大統領令9066号により日系人や日本人が敵となる外国に祖先を持つ者として強制収容されました。政府の取ったこの政策により基本的自由と権利が損なわれたとして、戦後多くの日系人が謝罪と賠償を求める運動を続け、ようやく1988年謝罪と1人当たり2万ドルの賠償金を含む市民の自由法、いわゆる日系アメリカ人保障法が成立しました。それを記念するイベントの模様をご覧ください。市民の自由法が成立して25年、それを記念するイベントが2月16日、全米日系人博物館で行われました。参加者は日系人が正義を求めたこの活動の長い道のりを振り返り、その意味について考えました。It was a horrible injustice and one that should never happen again. So it's important for institutions like the museum to steward that history.会場では強制収容当初の映像や市民の自由法成立に向けて活動する人たちの映像が流されました。この日は実際に収容された人たちもイベントに参加しました。セネタリー・ノーウェイ who died recently was behind having a commission hearings to get people to talk. It was hard to get people out because of Gaman. But once it came out, it really came outVery forcefully, people were teary-eyed. I had an opportunity to testify, and I told them my experience. If you just write something down, it's not effective, but hearing personal experiences, very powerful, very powerful. また、パネルディスカッションでは、市民の自由法の今後の意義についても話し合いました。But the point of today, I think, really is that the legacy of redress is that that strength that we have as a community.That coming together need not be lost and better not be lost because we need to speak up for other groups now and we need to fight for justice and we need to fight for civil rights for all people. イベントには350人が参加しました。日系社会へ多大な貢献をされたジョージ・アラタニさんが2月19日亡くなりました。95歳でした。新谷さんは戦時中強制収容所を経験され、その後食器メーカー三笠株式会社、オーディオメーカー米国ケンウッド社を起こし成功されました。日米間のビジネスで得た利益を長年にわたり全米日系人博物館、 UCLA 日本研究センター、日米文化会館など数多くの団体へ寄付してこられました。1994年には新たに財団を設立され、日米の友好親善、日本文化の継承と普及に取り組んでこられました。ご冥福をお祈りいたします。3月9日土曜日午後3時30分から保険の110番主催の藤山一番のアクションライブ桜一番の桜祭りがトーランスのスイカ幼稚園にて開催されます。観覧は無料です。お問い合わせはご覧のところまで。3月16日土曜日午前10時からレインボーフロム LA 主催の東日本大震災2周年支援チャリティーがアーバインのヤマハミュージックセンターにて開催されます。寄付金は足長育英会に贈られ、東北レインボーハウス建設に役立てられます。詳細はご覧のところまで。3月16日土曜日午前9時からトーランスクラフツメンズギルド主催の第14回アニュアルスプリングアーツ&クラフツフェアがトーランスのカルチャルアートセンターにて開催されます。参加費は無料です。お問い合わせはご覧のところまで。続
続いて来週の丸出しテレビのラインナップです。来週は火曜日、木曜日、土曜日の放送です。火曜日はジャンクション LA ファッションショーパート1です。日本からの生徒たちによるファッションショーです。木曜日は先輩に乾杯。今回は前三河屋社長フランシス橋本さんです。昨年亡くなられた橋本さんの貴重なエピソードをお送りします。土曜日はアジアンアメリカンシンフォニーアソシエーション50周年記念をお送りします。ゆるくりは UTV のウェブサイトでもご覧いただけます。ぜひこちらのアドレスをチェックしてみてください。それでは来週の占いをご覧いただきながらお別れです。 See you next week.